はい、ナオズです。今回紹介するのはトミカのトミカタウン簡単お片付けにぎやかサウンドタウンです。これまでもトミカのサウンドタウンシリーズいくつか紹介してきましたけど、それの最新バージョンです。今回はこのバッグ型にした時の持ち手の部分が変わってますね。以前はビニール素材で少し伸びるような感じでしたけど、今回はプラスチックの硬い素材になってます。で、ロック部分も同じです。適度な硬さでカチッとなってくれるので、やっててすっきりします。中にはサウンドタウン本体とスロープなどの部品、ただ4つしか入ってないのでだいぶ少ない方ですね。そしてシールシートが入ってました。シールの量は結構多いですね。それでは早速組み立てていきます。マップの真ん中にある建物です。この建物マンションらしくて、こちら側にはベランダ、そしてこっち側には非常階段があります。音町マンションというらしいです。これは消防署ですね。音町消防署です。自動ドアで119番と入ってます。これはショッピングモールですね。入り口はガラス張りみたいです。ここは駅ビルらしくて、交番とドラッグストア、そしてコンビニがあります。この一角はちょっと張りにくいので、大人が張ってあげた方が良さそうです。また正面には自動車用のエレベーターがあります。さらに駅ビルにはハンバーガー屋さんがあります。モリモリバーガーというらしいです。面白い名前ですね。それからスポーツショップに100円ショップ、それと喫茶店が入ってます。この駅は新音町駅というらしくて、こっちは南口みたいです。で、この2つのパネルを駅にセットします。そしてスロープを2箇所取り付ければ、はい、完成です。トミカを並べるとこんな感じです。一気に街っぽくなりましたよね。左奥にあるのがさっきの駅ビルで、そこに向かって下に線路が伸びてます。で、真ん中にあるのがマンションです。これでサウンドを操作します。右のエリアにあるこの建物が消防署で、これがショッピングセンターです。お店や施設がたくさんあるので、手転がしでもかなり遊べそうですね。それでは詳しく見ていきます。まずはやっぱりサウンドユニットを見ていきます。後ろのスイッチを入れると、サウンドタウンへ遊びに行こう、こんな感じの音声が流れます。で、マンションの屋上には全部で13個のボタンがあります。上の10個のボタンは、次は音町池、こんな感じでそれぞれの絵に対応した音声が流れるようになってます。で、この10個のボタンに連動しているのが真ん中のおしゃべりメロディーのボタンです。例えば消防車のボタンを押して、おしゃべりメロディーのボタンを押すと、緊急車両が通ります、道を譲ってください、こんな風に消防車に対応した音声が流れました。次にバスのボタンを押して、メロディーボタンを押すと、お降りの方いらっしゃいませんか、通過します、同じようにバスに連動した音声が流れました。こんな風に上のボタンに連動した音声を流すことが、緊急車両が通ります、道を譲ってください、できます。これはよくできてますよね。次にこの出かけようボタンです。このボタンを押すと、こんな感じで T 君が目的地を言ってくれます。この状態でマンションのガレージに泊まってるトミカを発信させると、ショップモールでたくさん買い物しよう、こんな風に細かい目的地を言ってくれるので、このままショップモールに発信します。
こんな感じですね。で、買い物が終わったらガレージに戻れば、お疲れ様。また D 君が喋ります。ガレージの床がちょっと灰色になってますよね。この部分がセンサーになってるみたいなので、トミカを出し入れすれば準備 OK、 出発、お疲れ様。こんな風に音声が流れる仕組みです。上の出かけようボタンも、いろんなバリエーションがありますし、同じ買い物でも、おもちゃ屋さんへ行きたい、お疲れ様、いろんな場所が出てくるので、バリエーションはかなり豊富です。そして最後が出来事ボタンです。このボタンを押すと、トミカタクシー、ショップモールまで配車お願いします。了解しました。パトカー急行してください。ラージサイズピザ2枚お願いします。こんな風に街の出来事の音声が流れるので、それに対応したマップとトミカで遊ぶことができます。ちなみにこの音声ユニットは全部で70種類の音声を流すことができるそうです。ボタンの組み合わせでパターンが変わるのは楽しいですね。続いて駅ビルを見ていきます。まずは正面にある自動車専用エレベーターです。下の部分にトミカを入れます。こんな感じですね。で、つまみを持って上に引き上げて、そのまま横にずらします。これでエレベーターを固定することができました。あとはエレベーターから降りれば、上の駅ビルの前で止めて買い物をすることもできますし、そのまま進めてスロープを下らせて遊ぶこともできます。またエレベーターを使って下に降りたいときは、さっきの逆でエレベーターに乗せたらつまみを持って少しずらします。そしてそのまま下に動かせば降りることができます。ちなみにエレベーターが降りてる状態であれば、エレベーターの上を使ってスロープで遊ぶこともできます。さらにこのスロープを上に上げれば下を通ることができますし、バス停にトミカを止めたり、ショップの駐車場からトミカを発進させたりして遊ぶことができます。また消防署には2台トミカを止めることができるので、さっきの音声と合わせて発進遊びをすることもできます。それからマップのいろんな施設に駐車場がついているので遊びやすいと思います。そして片付けるときは駅ビルを取り外します。スロープはこのままで OK です。あとは反対側を閉じてホックをつけます。そして最初に紹介したこのロックをカチッとつければお片付け完了です。サウンドの種類が多くていろんなシチュエーションが楽しめるので遊びやすいセットだと思います。以上、トミカの簡単お片付けにぎやかサウンドタウンを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。